それではですね、日本では古くからお祝いの席でお餅をついたという習慣があります。一粒一粒のもち米が一つのお餅になることは、本日ご列席の皆様の強い結びつきを意味いたします。祝い餅つき芸は河原つけの一行よろしくお願いします。さあ、にぎやかに参りましょう。めでたいなー、めでたいな。20周年記念飯盛よかとこ祭り、いらい餅つき、めでたいなー、めでたいな。本日はおめでとうございます。さあ、このおにぎやかな雰囲気のがパッと威勢よく祝いのお餅をつき入れまして、本日お集まりいただいた皆様方のね、ご健康ご多幸、そしてこの飯盛よかとこ祭りさらなるご発展記念していきたいと存じます。長持ち長生き末長く、いよ祝い餅突き入れてご覧に入れます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ参りましょう。さあ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 、今日はですね、飯盛よかとこ祭り20周年記念ということで、まあもう盛りだくさん、ミルクセーキ大好き、ミルクセーキ大好き、イエーイ。それからね、この後、まあ、ベリーダンスもすごかったですね。ほんでね、この後はですね、餅まきもありますし、そう言ってなんと言うてもね、祝詞尺投げちゃんもおるとよ。知っとる？覚えて帰ってくださいね、よろしくこの子だね。はい、ということで、さあまずはですね、肝心からめふかしたて熱々のもち米持ってまいりましょう。あそこから来るよ、おーい、できたかよ。さあ来いよ、熱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 いよ、祝いのもち米は二升本をますますご繁盛、開けましょう。はい、そう、一回閉じようか。20周年記念にいたしましては、感動のないお客様、ここはですね、20周年ですから、セールの蓋が開いて白い湯気がパッと上がりましたら、お祭り気分で参りましょう。いいよ、いいよ、はいよ、拍手が欲しいんです。ありがとう。さあ、改めましても注目、はい、そう、何でもないことを全力でやってます。さあ、人生何事も粘り強さが肝心です。ここで一番大切なのはこねりでございます。はい、さあまずは手始め、こねりから作業。はい、さあ、はい、よし、祝い餅完全に浮いてますね。20周年記念でございます。ここはですね、我々ステージを全力で盛り上げます。ここから先皆さんの役目ですからね。どうかこの我々の記念に合わせて、それそれのおかけ声お願いできますでしょうか。パチ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 、ありがとうございます。さあ、行きます。はい、はい、そう、はい。
お時間の都合上岩井町もうできてます。さて、それではですね、今日は20周年記念ということで、あのですね、ここでですね、今からお餅バンバン、今までこねりの作業やったんですけど、今度はお餅つく作業入りさせていただきたいと思いますが、まあ我々ではなくてですね、一番最初にやっぱりここにキネを入れていただくにふさわしい方をお名前頂戴しておりますので、お呼びしたいと存じます。いらっしゃいますか。まずはですね、お祭りの実行委員長でございます、青木正俊様、どうぞステージにお上げください。さあ、お三方お名前いただいております。続きまして、祭り事務局の山本正文様、もう一方同じく祭り事務局神尾義人様、ステージの方にお越しください。よろしくお願いいたします。さあ皆様、拍手拍手でお迎えくださいね。はい、お集まりいただきました。それではですね、まずですね、やっぱりお言葉を頂戴したいと思います。実行委員長、人集まっています、一言お願いします。盛り上がってますか。盛り上がってますか。ニュー盛り上がってますか。盛り上がってます。イエーイ、盛り上がっていきましょう。大丈夫ですかね。本当に盛り上がってる。大丈夫ね。イエーイ、大丈夫です、大丈夫です。さあ、じゃあ3人ね、記念持っていただきましょう。さあ、それではですね、3人初記念でございます。よいしょよいしょよいしょと記念を入れていただきますので、皆様どうぞですね、おかけ声のご協力をお願いいたしますよ。いいですか。はい。さあ、関係者の皆様、ここはあの超シャッターチャンスでございますからね。いいですか。準備よろしいですか。メインのカメラマンさん大丈夫ですかね。はい、では参りますよ。じゃあ実行委員長から順番にですね、時計回りでいきましょうか。はい、はい、こう回りましょうかね。123で、あ、じゃあ私123と言いますので、123でいきます。いきますよ、それ、123、はい、123123123123123123123、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。じゃあ頂戴いたしますね。はい、さあ、もう一度ね、拍手を送りくださいね。ありがとうございました。はい、お祝いのお餅つき、トントン拍子に参りましょう。準備はいいかな。はい、さあ、お次は二人抜き、よいしょよいしょのおかけ声、引き続きよろしくお願いいたします。いくよー。はい、よいしょ、yes。
は済ませてください。ここからはですね、お客様にご協力いただいて、お餅ね、つき固めていただきたいと思いますが、協力してくれるという人、手を挙げて、はい、決めた。ありがとう。はい、そこ2人、合計3人、お姉さんもよ。おいで、お姉ちゃんも。はい。最高。あとね、あと2組ぐらい行きますから、待っとってね。待っとってね。待っとってね。余計上がってきたな。余計上がってよか。じゃあちっちゃい子はね、大きい子と2人で1本持とうかな。あの、キネバ振り上げた時にね、頭がゴーン打ごと気をつけて。はい、行くよ。はい、じゃあ2人でね、1本持ってくださいね。ね、待って待って、自己委員長。あとその後2組目、3組目という順番でいきますからね。上がっとってもらってもよかですよ。さあ、いいかな。なんか揉めとるね。俺は一人でモテるって言いよったかもしれんね。さあ、持ってもらってね、よかかな。はい、行こう。2人で1本持ってね、恋の見栄えるかもしれんよ。いいかな。じゃあちょっと一言だけもらおうかな、代表で。じゃあお姉ちゃん、はい、代表でちょっと聞いていい？どこに住んでると。いや、個人情報のバレン程度で言うて。飯森の。はい、飯森です。はい、飯森です。最高です。はい、ありがとうございます。もう一つ質問していい？じゃん、飯森大好きですか？はい。はい、ありがとうございます。僕も大好きです、飯森。はい、じゃあ行くよ。順番はそこでこっそり決めてもらっていい？順番も 1,2,3 って決めてもらって。はい、じゃあ皆様、おかけ声ね。 1,2,3 1,2,3 って分かりやすく一緒に声かけ、ご協力お願いしますね。参りましょうかね。行くよ、いいかな。それ1,2,3 1,2,3 1,2,3。それじゃ持ちにはならんぞ。3 1 2 3 1 2 3 1 2 3。はい、おめでとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。 OK。 はい、じゃあ交代、選手交代いたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最高、いくよ。さあ、同じ要領で参ります。皆様、大きな声でよろしくお願いいたしますね。引き続きお願いいたしますよ。いいかな、準備はよか。この後もね、あのお祭り楽しんで、盛り上がって帰っていただきたいと思いますが、なんといってもね、最後には花火が上がりますからね。花火までぜひ残って楽しんでください。あとね、日差しが強くて熱中症とか、こういうね、涼しくてもなりますから、気をつけて水分補給しっかり取られてください。いくよ、いいかな。じゃあ1、2、3お願いいたします。参りましょう。それ1、2、3 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 1、2。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうね。もしかしたらこの後持ち場配るかもしれんけん、その時は一番最初に並んで、よかげんね、手伝ってくれた人はね。はい、じゃあ最後のチーム。いっぱい余ってきた。こんなもんで。よか。これよかかな。もちろん冷めてしまうとさね。あんまり名古屋つけばね。あの、ご年配の方はよくご存知かなと思いますけどね。もちろん冷えんごと。そろそろ終わりにせばかなって思っております。あと、もちろん冷えてね、加藤になってしまう。はい、いいかな、行くよ。1、2、3で、よーい、それ1、2、3 1、2、3 1、2、3 1、2。はい、おめでとうございます。はい、河内屋の都合でちょっと巻きます。スピード上げます。はい、はい、はい、こうかな、次。そう、
さあ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 、最終コーナー、オッケー、最後、最後、いやいやいや、あ、一緒に一緒に一緒にいいよ、一緒にいいよ、一緒にいいよ。はい、さあ、さくよ。この後はね、皆さん餅巻きですからね、楽しみにしておいてくださいね。いきますよ。じゃあ1、2、3の順番を決めてもらって、いいかな、いいかな。おかけ声お願いいたします。それ、1、2、3、はい、おめでとうございます。どう、どう、餅になった、餅になってきた、オッケー、いや、さあ、さあ、しゃあ、行くか、オッケー、ありがとうございました。さあ、ちょ、ここでね、長引いたらね、もう終わったっていう感じになったけど、終わったなんですよ、まだ。さあ、行くよ、いいか。さあ、お祝いのお付き、我々がね、仕上げさせていただきます。さあ、いいよ、行くよ、本好きです。よっしゃー、さこい、持ってこい、ふとかとば持ってこい、ふとかとば、さこいよ、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、ですね、この20周年記念ということでですね、普段は持ち出さないこの河内屋一夫とか記念は持ってきました。このね、記念は振り回せるとはね、実は河内屋の中でもこの男しかおらんとです。体は細見えてもなかなか芯のある男。さあ、岩井餅、お前が突き固めろ。ありがとうございます。皆様方のご家庭の円満、そしてお仕事の円滑を記念いたしまして、祝いの記念が終わります。いいよ、皆様方のさらなるご飛躍を記念いたしまして、もう一丁、もう一丁、集中、集中、よっしゃ、はい、で、行け、いや、投げんのかい、おい、一つ忘れてました。飯盛よかとこ祭り、楽しんでる方、拍手お願いします。ご協力のもと突き上がったこの祝いのお餅でございますけれどもね、この後お餅巻きがあります。これ皆さんね、持って帰っていただきたいと思いますが、お餅巻きにですね、もしね、あ、お餅巻き手に入らんやったという方いらっしゃいましたら、我々の餅もですね、配ります。あんこときなこで配ります。まあ、小さい声で言いますけど、100食しかないんで、あの、もうね、今日お子様とご年配の方を優先させてくださいですね。これ押し合い返し合いでね、ちょっともうちょっと割り込んだよ、やめてよとか言うのを言わんで、優しく入れてあげてください。割り込みも OK という感じでね、優しく優しくということでいいですか。そういうご協力のもとですね、お持ち先後ほど配らせていただきますので、準備が整い次第、配りますから少々お待ちくださいね。はい、それでは、来年のこの時期河内屋スケジュール開けておきます。本日誠におめでとうございました。